視聴者の皆さんに突撃ラブハート。はい、どうもヒデです。こんにちは。今回はね、リールのシートグリップについてね、お話ししていこうかなと思います。オープニングでね、言ってたセリフはマクロスフロンティアのオズマリーのセリフですね。まあ、こちらはね、アニメチャンネルではないので、まあ、マクロスフロンティアが知りたい方は、まあ、ね、こちらのようなね、劇場版のね、前編後編の DVD がね、ありますので、こちらの方でね、見ていただければね、簡単に内容がわかると思います。でね、今、緑色の髪の女の子と金髪の女の子がいたと思うんですけども、緑色の髪がランカちゃんで、金髪の色の方がシェリルという感じなんですけども、まあ、イメージしてね、作ったのがこちらだったんですけども、なんか今見るとね、まあ、こうやって先日、ミツリのね、ルアー作ったんですけども、ミツリのカラーリングにも近いなと思ってね、ミツリスティックなんて呼んじゃおうかな、と思っております。まあ、最初はね、シリル・ランカスティック、銀河の歌姫スティック、キャバ嬢スティックなんて呼んでたんですけれども、まあ、そうやってふざけてたんですけれども、まあね、全然そんな話はまあどうでもいいんですけれどもね、まあ、こちらのね、ルアーとか作ってる風景もね、動画でアップロードしてるんで、興味ある方はそちらを見てください。まあ、イノスケだったり、他にもね、様々なキャラで作ったりしております。でね、このね、ロッドがね、とてもいいんですよ。いきなりすぐにこのロッドをおすすめし始めましたけれどもね、こちらのね、山川ブランクスさんのね、ブルーカレント63っていうね、ロッドがとてもいいんですよ。これね、僕最近まあコロナの影響もあって、移動するの控えてるっていうのもあって、まあ海でね、釣りするってことは少なくなってるというか、全然最近はしておりませんが、まあ僕がね、チニング、エバリングね、アジングでね、使ったりとかする、まあソルトのライトプラッキング用のロッドとなっております。こちらね、何がいいかって、まあグリップについて今回お話ししていくんで、こちら何がいいかっていうと、まあなんかもう気づいてる人もいるかと思いますけども、まあコスメがね、全然ないんですよ。このコスメがないことが素晴らしいっていうのをね、お伝えしようかなと思います。で、こちらのロッドね、25,000円ぐらいで買えるんですよ。まあ、安いところだったら20,000円ぐらいで買えてしまうんですけれども、フランクスに、お金をほとんど使っていて、まあこちらでね、コスメを加えないことで価格を抑えているっていうね、ロッドとなりますが、このね、山川ブランクスさんが言ってる、山川ブランクスさんがあえてそれをして、見た目よりも実用性の高い、いいロッドを安く提供したいみたいなことをね、山川ブランクスさんはね、よく言われておりますけど、その上での、このコスメが使われてないことが逆にね、とてもいい、実用性の高いものとなっておりますね。リールシートとグリップ、特にリールシートなんて樹脂の剥き出しのまんまなんですけれども、こちらのね、樹脂が剥き出しになってあることでね、滑りにくいんですよ。本当に滑りにくい。こちらね、リールシートには関係あるけれども、ちょっと今回話したい内容とは違うんですけどね、ここのね、トリガーが ものすごい短いのがわかりますか。このトリガーが短いことによって、指に負担がかからずに、とても疲労を軽減してくれるグリップのリールシートの形状となっております。グリップもね、で、こう、見てもらえると、テカってないと思うんですよ。これね、散々僕使ってるんですよ。散々使ってるけど、テカってないっていうのは何かというと、素材選びで、まあ、粗いものを使ってるんで、少し粗めのものを使ってるんで、多分、安く価格を抑えられた要因でもあると思うんですけども、これが水に濡れてもね、全然滑らなくて素晴らしいんですよ。リールシートと共にこのロッドっていうのは採用してあるものはもうとても滑りにくくて本当に最高です。やっぱりね、EVA がね、細かいと触り心地本当にいいんですよ。気持ちよくて見た目も綺麗だし。でも、このような感じのものを採用してあることで濡れても滑らないっていう実用性本当に抜群なんですよね。ブランクスにお金をかけてるから、ブランクスは本当にいいし、0.5g ぐらいのジグヘッドでね、ワームつけて投げるのもね、ものすごい飛びます、これ。素晴らしいです。で、実用性の高い、グリップ、リールシート、いうことはね、ないですね。でも、所有欲の中には、やっぱりね、まあ、ここがクリアコートされてたり、塗装されてある方が、まあ、かっこいいっていうこともあって、まあ、なかなか受け入れられない、ね、アプローチの、釣り人に対してのアプローチの仕方なのかもしれないですけれども、とてもね、大変おすすめしたい。実用性考えたら本当にいいです。値段もね、とても安いです。25,000円のね、ロッドスペックじゃないです。4万5万のね、ロッドを使ってるような感じです。まあ、コスメはないですけれど。
いや、でも4万5万のロットよりも、ね、実用性の高いロットとなっております。まあ、所有欲がね、やっぱりかっこいいっていうのもね、あるんでね、その辺はね、あれなんですけど、まあ、歳を取ってきたから僕はこれが受け入れられるようになってきた感じで、昔はね、かっこよくないと許せなかったんで、なかなかちょっと受け入れられがたいのかもしれませんけど、大変おすすめな一本となっております。で、先日、動画で使っていた、雨の日に使っていた、まあ、このメタマグとね、オリデスのセブンイレブン、メガバスさんのデストロイヤーのね、セブンイレブン。あ、オリデスの中では比較的に新しいモデルとはなりますけれど、こういうね、当時のなんかウッドのシートっていうのはね、かっこよかったわけですけども、まあ、これね、まあ、金森さんが、釣りしてたような場所で、金森さんが当時ね、メタマグとね、セブンイレブンつけてのを使ってたっていうイメージを持ってる方も多いと思うんですけども、まあ、その僕もね、イメージがあって、そういった場所でね、魚釣れたら嬉しいなっていう思い出に浸りながらっていうことでね、まあ、使ってたんですけども、やっぱりね、当然滑るんですよね。雨の日に使ってはいけないタックルって感じですね、まさに。まあ、形状でね、コルクのノブはね、ズルズル滑ったけど、形状のおかげで、そのカバーできて滑りにくいっていう、素材では滑りやすいけど、形状で滑りにくかった。やっぱりね、塗装してるんで、トップコートがあるリールシートはね、めっちゃ滑る。コルクもね、雨濡れてとても滑りやすかったです。まさにこれはね、雨の日に使ってはいけないタックルですね。リールがアンタレスだったらもっと使ったらダメですね。まあ、ここのグリップがね、ウッドのものとかもあると思うんですよ。で、トップコートがね、大体されてあるんで、本当に滑りますね、濡れたら。トップコートがないものだったら、まだちょっと違うけど、やっぱりっていうのはね、滑りやすいですよね。まあ、YouTuber の方でね、アンタレスをつけて、ウッドとかのグリップで塗装してあるリールシートで、もうずっとツルツルのトップコートがあるような状態で、まあ、リールがアンタレスで、キャストするときに、そのまま、ぶん投げてる人とか、バイト中に落下させて、水没させて、紛失したりとか、ね、登録者の多い YouTuber の方とかで、結構まあネタにされてるんで、ある程度回収はできてるかもしれませんけれど、むしろそれ以上のね、広告収入に入ってるかもしれませんけど、まあ、普通の人はね、そういうの使って投げたらもう絶対へこむ。僕だったらもう立ち直れない。まあそんな状況になってしまうんで、まあリールもね、ツルツルのものを使ったりとか、まあ雨の日とか、濡れてしまうような時にはね、そういうものはかっこいいけど、所有欲としては最高だけども、危険だよっていうね、ことをね、ちょっとね、お話しします。ちょっと危険だよっていうのをね、感じております。で、まあね、続いてね、まあ、フィッシュマンさんのね、これはね、89M のベンダバール、ブリストベンダバールっていうね、ロットなんですけれどもね、フィッシュマンさんの竿が、だいたい5万から6万ぐらいの価格帯でね、本当に素晴らしいロットですね。細部までね、すごいこだわってます。このフォアグリップとかでもね、もう、丁寧な、美しい、ローレットはね、たまりません。そして、滑らないように配慮した、マットに塗装されたウッドのリールシート。まあ、ウッドだと大体ね、トップコートがクリアでね、滑るものが多いんですけど、まあ、こちら本当に滑らない。まあ、僕はね、この、ビッグベイトでもフィッシュマンさんのロッド使いますけれども、まあ、基本的に重量物を投げるときに使うんで、まあ、ドアジギのときとかもね、この竿を使うんですけれど、他のフィッシュマンさんの竿を使うんですけれども、やっぱりね、滑らないっていうのはね、特にメリットを感じますね。で、コルクをね、採用しているんですけど、コルクと EVA だったら、大体コルクの方がおそらく軽いものが多いなっていう、特に僕は実感しているんですけれども、いろいろなものを測った時に。で、だからコルクを使いたかった。見た目的にも多分コルクの方がかっこいいなっていう判断かもしれないですけれども、それも踏まえてコルクを使いたかったっていう状況で、滑りにくいように、ここをね、EVA にしていると。でね、この EVA もね、まあ EVA にすることでね、コルクより滑りにくいんで、で、この価格帯でよくありがちな EVA よりはね、ちょっとキメがね、ちょっと粗めに感じますね。散々使ってますけど、これも、テカリ具合がね、他のよくある高級ロッドに対しては、ないと思うんですけども、滑りにくいですね。まあ、このマットのコーティングも使えば、だんだんちょっとはツルッとしてくるんですけど、摩擦で。でもやっぱり、本当に、この実用性をすごく考えられた、この組み合わせだなと思います。特にリールのね、エンドもね、こういう滑らないものを、でね、このように掴めるんで、重たいものを投げた時にしっかり重量に負けないような感じでキャストできるんで、本当に素晴らしいなと思っております。そして、ここをね、持ってね、キャストするとき。まあ、海とかなんかだと結構ね、手が濡れたりすることありますんで、本当にこのコルクの部分を下握ってたら、まあ、滑ることがね、多少滑りやすいな、滑ってるなっていうのをね、感じたりとかするんで、ここね、樹脂の滑りにくいものを採用して、このような形状にして、こうやって持てるっていうことは、
まあ本当にありがたいです。で、まあフィッシュマンさんのこのね、グリップのコルクがね、高級、他の高級ロッドと比べて同じ価格帯なのに、これはないだろうっていうことを言われたりもしますけど、こういったところにまでの配慮、こんな細かいところまでのこだわりを感じるロッドで、ここでね、コストを削減したところで、あんまり関係ないと思うし、そんなことしないと僕は思うんですよね。あえてこのコルクのちょっと粗めのものを使ってるんじゃないかなと思います。まあこうやってここでグリップが EVA にしてはありますけれども、ここの部分もちょっと粗めのものを選んで、滑りにくさをね、少しでも滑りにくいものをね、選択したんじゃないかなと思います。そもそもここでね、コルクのいいものにランク上げしてもね、値段はさほど変わらないんで、わざとだと思うんですよね。で、まあ、目抜けがね、よくするからね、嫌だっていう人もいるんで、まあ、やっぱりね、釣り道具は、所有欲、見た目のね、ものとかもね、強い部分になってくるんで、こちらのロッドの時にも、まあ、言いましたけれども、そういうのでね、ちょっと不満に感じてしまう人が多いのかもしれないですけども、不満に感じてしまう人が多いのかもしれないですけれども、やっぱり、実用性はね、だいぶ、見た目のかっこよさも追求しつつも、実用性をかなり考えている、重視しているロッドなんじゃないかなと思います。やっぱり目が抜けるけど、この部分がね、やっぱタイヤの溝みたいにね、目が抜けてることで、目が抜け、まあ埋めて処理してね、販売してますけど、やっぱりね、こういうところにね、多少の引っかかりができるんで、目が全然抜けてなくて、細かいキメのツルツルのものよりは絶対に滑りにくいです、塗っても。そう。思います。でもね、釣りをせずに触ってる時とか見てる時っていうのはね、もうツルツルスベスベのきめ細かいものの方がね、いいんですけどね。使ってる時にね、ちょっとね、僕は、あーって思うことがね、少しあります。年を重ねることによってコスメよりも実用性をね、重視する方向にはありつつも、逆にね、こういう風にね、見た目だけで遊んでるタックルも使ったりしますんで、まあ皆さんもね、好きなものを好きなように使うっていうのがね、一番で、ただ単にまあ、こんな風に感じてるよっていうことをね、お伝えしている、ね、だけですので、まあ、皆さんの参考になればなと思ってる感じです。まあ、そして、まあ、こちらのね、グリップとかね、ゴムみたいな感じの素材なんですよ。樹脂グリップでね、柔らかいものとなって、まあ、触り心地ね、とてもいいです。でもね、素材選びからしたらちょっと、濡れたら滑りやすいです。でも、このようにね、指とかがね、しっかり引っかかって手のひらもね、かかるようになってるのがわかると思いますけど、このような形状のおかげで濡れて滑りやすい素材でも全然滑らないです。しっかりがっちり掴めて片手で投げるのもね、濡れてもやりやすいんですよ。まあそういったこともあってね、まあ素材選びだけじゃなく形状とかでいろいろね、各社いろんな工夫されてあるよっていうのがね、面白いなって僕は思います。なんでこういう風にして、なんでこれを選んだんだろうとか、まあそんなことを考えてたら、とても僕は楽しくてたまらない感じですね。年を取れば取るほどそんな感じになってきてます。で、例えば、まあ、このような、エクスプライド。旧型のモデルなんですけど、ファイナルディメンションのね、ブランクスをベースにね、作ってあって価格帯も抑えられてるし、ブランクスがとてもね、上級モデルのブランクスを使ってるっていうこと。とてもね、前方とはいえ素晴らしい上級機種のブランクスを使っているってことでね、価格も抑えられて素晴らしい、この価格帯で素晴らしいロッドだったりするわけですけども、まあ、こちらの 165ML プラスはね、まあ、この、まあ、今トップオーダーついてますけど、まあ、僕の作ったネズコスイッシャーなんですけども、トップオーダーにもとてもいいね、ロッドなんですよ。165ML プラス。これはね、ワンテンスティック、シマノ版ワンテンスティック、なんですけれども、黒田プロ、深谷プロが、メガバス時代に使っていて、まあ、気に入っていたワンテンスティックをシマロさんでも作れないかということで作ったね、二人のロッドなんですけれども、このね、ジャークベイト用のロッドなんだけど、トップにもね、いいんですよね。グラスコンポジットですし、とても素晴らしい、ロッドです。まあ、今回はね、そういうことが言いたいんじゃないんですけれども、価格をね、まあ、抑える上での、コルクの選択だったり、リールシートがね、ミトソーだってプラスチックまんまなんですけども、こちらがね、まあ、他のね、ロッドとかで説明したように、
濡れても滑らないんで、まあ、高いモデルだったら、まあこういう状態で売ってたら実用性高いからこういう風にしましたって言ってもやっぱ納得してもらえなかったりとかすると思うんですよ。僕も納得できないですし、かっこいい方がいいかなって、高い金払うんだからかっこいい方がいいかなってなるんで、ブランクスにお金かけましたって言われても高いロットでね、ここがこんな感じだったら嫌なんですけども、これを買う時にね、性能で僕はこのロッドのね、ブランクスの良さで買いましたけども、ちょっとここがねチープだなとか、コルクがちょっととか、まあちょっとね、って思ったりもしましたけども、買っていくうちに逆にこれで良かったなって思うというか、濡れても滑らないっていうのはね、本当に、しかもまあ軽いわけです。余計なことをしてないんで、まあ軽量でもありますし、本当にね素晴らしいです。まあ、クラスコンポジットで重たくなりがちなねロッドもね、ここのリールシートやグリップの選択のおかげでとても軽い、プラスコンポジットにしてはとても軽さを感じる、軽快さを感じるロッドだなと僕は思っております。まあ重量で言ったらそこまで極端には軽くないんですけども、なんか軽く感じてしまうロッドです。低価格帯のロッドが結構逆に使いやすいなっていうこともね思ったりもするし、これと同じですよね。これがなんかちょっとね僕の価値観を変えた一歩になりましたね。やっぱり 0.5g ジグヘッドを投げるためには実用性に特化させないと、やっぱ 0.5g を気持ちよく投げたかったんで、まあこれを選んだんですけども、まあ、本当はこれに2万円、ヤマガブランクさんには悪いんですけど、2万円払いたくなかったんですけれども、2万円払ったら、これ4万円でもええわっていうくらいの感覚になったんですけど、ごめんなさいヤマガブランクさんっていうくらいの、本当に最高のロッドでしたっていう状態なんですけどね。そんな感じでね、ちょっとロッドのリールシート、グリップについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。